電気自動車ね、どうなっちゃうんでしょうね。まあ、あの、電気自動車に関しては、普及はするんでしょうけども、現在のところ、日本国内で普及率っていうのが、まだ1%にも達してないんですよね。で、世界を見て、電気自動車がむちゃくちゃ出てるような気がしますけども、まあ、けどね、イギリスが最大で多分11%か12%ぐらいの普及率で、ほとんどがまだガソリン車なんですよね。で、現実、 電気自動車を使おうと思うと電気を給電する設備が、まあ、例えばドライブした先にもなくちゃいけないですしどんな田舎町にもガソリンスタンドってあるわけなんですよ。でそこで働く人もいてあの本当にね田舎町に行ってガソリンがなくなったっつってもガス欠でもう押していくみたいなことは今ないと思うんですけども電気自動車がやばいなっていうのはまあ何点かあってその電気スタンドがねあの全然普及してないっていうこととそこに設備投資する人がいないし 企業がないし、も、ま、の、あ、がないんで、本当に何かこう、走行していられるところがこう限定的ってことなのかなと思うんですよ。まあそういう意味でも、ハイブリッド車とか、水素とかね、あとはね、核融合っていうのが今、研究されてるんですけども、もしかしたら、その電気自動車が普及してる途中にスイッチするかもしれないなって気はしますよね。まあそもそも、その電気自動車に充電するための電力っていうのが圧倒的に足りなくって、まあトヨタ自動車の社長も言ってましたけども、 日本国内で今の車をそのまんま電気自動車にすげ替えるとすると今後その火力発電所を20機原発でも10機作らないと賄えないってらしいんですよねしかもそれ車に限定したことであって IT 機器とかその他の生活家電とかを考えると電気はこの10年で消費電力が30倍になるそうなんですよねそうなるととてもじゃないけどどれだけこれから原発をいっぱい稼働させても全然間に合わなくって火力発電所なんてそもそも新設できないわけですから どうううなっちゃうんだとということで、ね、その議論がなおざりになってるんじゃないですかってことらしかったですけどねこれはまあ海外でも同じようなことが起きてきてあの結局 EV カーに給電する設備をじゃあ国中に張り巡らされるのかとかねそれから太陽光パネルも今ずっと研究が進んでますけどもうー例えばあのウイグル人とかね一部民族によるうーんまあ何て言うのかな強制労働による パネルのの製造とかっていうので声明出してたのはその中国製のパネルを使ってるところは民族浄化に加担してる国だっていうふうな声明を出してねこれ日本が結構今回やり玉に挙げられて日本で普及してる電気パネルの50%が中国製なんでそれを全部入れ替えないといけないっていう議論にもなってきてるんですよね。もうジェノサイド加担国家というふうに指名されてはいけないんで今後はそういうところもあったりとか。 まあ SDGs とかね、太陽光とか再生可能エネルギーとかも言いますけども、もう今限界に来ていて、普及から今度こう、廃棄とかに向かった時に、廃棄のためのコストがむちゃしょかかるみたいなことになっていて、うん、まあでも、諸説分ん,んなんでね、なんとも言えないです、これは結局、うん。なんかその辺うまくいくとね、原子力だって安全な安全だって広がってきた結果、大事故が起きて、原発を新設する国っていうのも政策変えてですね、 でもう原発をやめるようにドイツももう脱原発しちゃいましたからね。で電気代がなんか高騰して今またやばいみたいなことになってたりとか、うん、まあ先のことは分かんないですねああしたいこうしたいっていう思いと科学的に裏付けがこうなんだよってこととなんかぎったんばったんしちゃってるわけですよねでトヨタ自動車が今勝負してるのはあらゆる選択肢を同時に今選んでるんですよねトヨタ自動車がだかかららもしかしたらトヨタが。 EV が世界中が EV に傾いてるところをね、うん、もしかして転身して水素燃料になった時にじゃあジャパンズナンバーワントヨターズナンバーワンっていうふうな世界一のとんでもない企業にまたなるかもしれないですよねあとはテスラモーターですねテスラモーター使いにしましてはそのイーロン・マスクさんの個人資産むちゃくちゃ増えてるんですけども会社の方はそうでもないというねここにもちょっと闇が隠れてるかなとうん で、えー、電気乗車、テスラモーターの電気乗車も、かなり、あの、ユーザーさんが手に負えないような事故がかなり起きていて、それもまあね、お決まりの隠蔽が起きてきて、イーロン・マスク、やべえんじゃないかな、みたいなことがあったりね、なかなか面白いですよね、どうなっちゃうんでしょうか。うんまあ、電気自動車ねあの本当に 急すればこんなにいいことはないんですけども、ただみんなが使えるものになるようにはなかなか思えなかったり思えたり、その辺は別のテクノロジー開発が必要になってくるのかなと。要するに、あの消費電力がそう消耗しないように発電して、蓄電して、給電するっていうね、うん。だからガソリンエネルギーと違って電気エネルギーっていうのはものすごくその消耗が多いわけですからね。うん、どうなっちゃうのかなっていうところですね。まあ 人類のテクノロジーは愚かなのか賢いのか未だによく分からないなってとことでございます。言ってらっしゃい